ゆっくりマリサです。毎度ご視聴ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。英語チャンネルも本チャンネルも見ていただきありがとうございます。さて、今日もゆっくりしていってね。去年の11月にアップしてある動画見ていてなんか線路のポイントが変なのよ。もう一度。ポイントのところだけど、線路に切り込みがないからどうやって引き込み線に車両を入れるの？霊夢もよく気がついたぜ。これは北品川の保線用の資材置き場の引き込み線だよな。このまま分岐すると脱線しちゃうよね。当たり前だろ。ポイント、すなわち分岐器のカテゴリーで言うとこれは横取り装置って言うんだぜ。ずる賢い名前ね。わら。本線の車両は入れない前提での引き込み線に使うポイントな。線路修復用とかの事業用車両ね。ポイントはどうやって乗り越えるの？分離部分にアダプターかませてゆっくり乗り越えるようだな。じゃあ、車両は終電以降になるのね。ちょっと前までいつも車両がいたし、設備もあったが全て撤去されているんだよ。マリサの好きなトワイライトゾーン化するね。いや、高架工事が始まるだろうから、資材置き場としてまた動き出すと見ているぜ。高架にしてこの3つの踏切をなくし、品川駅に落ちるように急坂とする工事な。北品川第一踏切ね。だいたいこの高低差の2倍あると思うぜ。勾配は 50% 見るぐらいになるのかな。それじゃ後部補給がいるだろ。わら。この踏切に続く道は、東海道から御殿山に続く由緒ある道で、高架をきちんと整備するそうだ。これは、品川第二踏切ね。北品川の踏切じゃないのね。新線形が後ろについている朝のモーニングライナーだからちょっと見てくれ。新しい線形っておトイレがついているんでしょ？ちょっと安心よね。霊夢はトイレが近いからな。品川から三崎口までだと我慢できないだろうな。わら。お茶好きだから無理かもね。新型はここからな。足回りが新品で綺麗ねー。人の流れも増えないみたいだからファーストクラスがあれば面白いかもな。神大岡出たらコーヒーとスナック提供で 2x1 のシートとかね。おう、霊夢にしては冴えているな。一等車は外側にリボンで巻けば取り鉄も喜ぶだろうな。そして八津山橋に続く品川第一踏切ね。この鉄橋もなくなるんだね。正式には八津山橋梁という名称で1933年、昭和8年に使用開始。ヒットラーが政権を取った年ね。大陸では陸軍が中国侵攻を加速したな。結局この鉄橋って、100年は持たないんだね。残念だわ。最後にモーニングライナーの品川到着の姿を見てみようぜ。新線形はこの後はどういう運行なの？下りの特急になって川崎に行くようだな。京急線形のトイレのレポートしなくちゃな。ネタが切れてきたからって、お便所はやめてね。京急は私鉄最高スピード出すからトイレでこぼさないか興味深いんだぜ。なるほどね。ご視聴ありがとうございました。また来てくださいね。